おざす。今日はですね、山もみじ2鉢持ってきました。じゃじゃん、こんな感じの山もみじ2本あるんですけれど、今日この2鉢藤田くんやっていきましょう。はい、早速やっていきましょう。今日触っていくのは YMJ の6番と YMJ の10番、6と10、2鉢同時に触っていきます。こっちが6番ですね。はい、これも取り木物で、足元こんな感じになってて、上はまだまだですね、しょぼい山もみじ、大きい傷がちょんちょんちょんとありますね。はい、来年も徒長させて足元作りながらボディも太らせて枝数を少しずつ増やしていこうかなといったところ、まだまだ形になるには程遠いです。はい、こっちが10番ですね。これ大門さんのとこでゲットしてきた山もみじ。はい、この2鉢ともね、1回手入れしてるんですよね。最近徒長してる枝ポンポンって落として、で紅葉に備えようみたいな感じで言ってたんですけど、まあ紅葉しなかったっていうね。綺麗には、なんだろうね、樹勢の問題なんですかね、わかんない。こいつらは綺麗に紅葉しなかった。綺麗に紅葉する木としない木の違い、何なんですかね。やっぱり樹勢かなとは思うんですけど、根っこの健康さとか、どこがこの紅葉に影響しているのかっていうのはしっかり分かってないんだけど、まあ調子が良くないっていうのはなんとなく分かる、そんな感じなんですけど、一回手入れて葉っぱの数を落としてるから枚数自体は少ないですね。手でいけばよかったな。よっよっと、手で引っ張って葉っぱを抜く時の嫌なやつ、ちょっと残るこういうやつ、あれ、これは取れてんのか。なんかたまにね、綺麗に抜けないやつがいて、それ結局こうハサミを持ってってこの落とさなきゃいけないんですよね、残った葉っぱは。そこがちょっと二度手間感はあるんで、手で引っ張るのがね、必ずしも優秀かって言われたらそうでもない。はい、まだちょっと残ってるな。こういうの落とすのがね、手で引っ張って抜いた時のデメリットですね。よっ、こんな感じか。はい、これで全葉刈り完了。ちょっと見づらいからどいてもらって、全葉刈り完了。足元に雑草が3箇所4箇所5箇所6箇所ぐらいちょっと生えてるんで、こういうのもね一応抜いておきましょうか。室入れはまだしてないんですけど、他の鉢もこいつらを室入れするときは消毒して室入れします。石灰予防剤も使うんですけど、全体的に殺菌剤殺虫剤はかけてから室入れすることになります。まあそれまでもうちょっと待ってというか、待ってというか棚上で放置して、そこから殺菌殺虫してから室入れって感じですね。で軽く剪定して、剪定が必要そうな枝がない。そもそも枝数がめちゃくちゃ少ないですね。まあいいか、来年走らせて少しずつね太らせてから枝作っていくんで、この木はまあこんなもんかな。もしかしたらここまでバツンいくかもしれないし、ね、ちょっとここが単調なんですよね、この部分いまいちなんで、もしかしたらバツンいくかも。ここでっかい傷あるんで、こっからバシかもしれない。太ってから考えます、その辺は。
はい、一鉢目完了。じゃあ次こいついきましょう。ちゃちゃっと全剥がりやっちゃいます。はい、ちゃちゃっと全剥がり完了しました。足元の雑草が、これ何の草なんでしょうね。めちゃくちゃ細かい草がこういっぱい生えてるんで、これ一個ずつ抜いて掃除していきます。はい、完了。足元の掃除完了しました。ちょっとね、今日も雨降っててボディ濡れてるんで、少しね黒ずんで見えるからいまいちなんですけど、これもねなかなか乾いてきたら綺麗な肌してるんですよね。で、こいつはまあ、こいつも太りが足りないですね。もう少し来年も走らせて、まあ傷あるんで傷も巻いてもらいながら上の枝増やしていくって感じですね。まあ差し枝は作ってもいいかなと思うんですけど、こっちビヨーンと差し枝一本ジョシッと作って頭を走らせてって感じかな。剪定は悩ましいけど、こいつは落としていこうかな。他はいいかな。どれを走らせるかにもよるんですけどね。走らせるとしたら、こいつかな。一回こっち行くか、それとも切り返すべきか。差し枝作るんだったら切り返してもいいかもしれないですね。一回ドンと切り返して、ここから芯を作っていく。こう、違うな。これか。こいつは走らせればいいのかな。その辺もね悩みながら、どれを走らせてどういう形で芯を立てていくのかっていうのを検討しながら来年は走らせていこうかなと思います。ちっちゃい芽もいっぱい出てますね。ちょんちょんと、いっぱいというか2個だけど、まあ、この辺も出てんのか。差し枝は作れそうですね。こいつかこいつか、どっちか使って。で、裏枝、枝数は来年である程度最低限は揃いそうですね。はい、 OK。これで2つ、山もみじ2本、手入れが完了しました。はい、こんな感じでございます。はい、簡単だったんですけど、今日の作業はこれで以上です。以上ですとか言っちゃったんですけど、ちょっとね動画の尺的に足りなさそうなんで、おまけ持ってきました。じゃん、こいつもおまけにやっていきたいなと思います。ちょっとビフォーの写真撮ってないんで、今ここで撮らせてください。こんな感じでね、ぐるっと回しながら、多感樹形、こいつらはねめちゃくちゃ低く作っていきたいんで、最終的には全然違う見た目になると思うんですけど、はい、今はこんな感じになっております。はい、じゃあ全剥がりやっていきましょう。これもね一回手入れたやつなんで、全然葉っぱは残ってないです。一回全剥がりやっちゃいますね。はい、全剥がり完了しました。全剥がりと橋本の雑草取りも完了しています。はい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 。で、こいつはねまだまだ枝を作るっていう段階にも至っていないやつらで、こっからまあ春にもまた詰めるかどうか悩ましいとこなんですけど、背を低くしていって、まあこれぐらいまで背低くしていって、お、芽吹いてきてる、すごいいいね。こんな感じで下の方から芽を吹かし直して、でそいつらを走らせて土台を作りつつ枝作りつつっていう感じですね。なのでこいつもまだまだこっからね、どれかどこだ、どれをどこまで切り戻すかっていうところが悩ましいですね。はい、こいつとか、ね、どこまで切り戻して大丈夫なのかがわからない。おそらく未生の寄せ植えだと思うんで、未生のね最初の双葉が出てくるラインが、もしこれだったらこれより下までチョンって落としちゃうと、こっから芽が出てくる保証がないんですよね。その辺が難しいところ。一番下のラインってどこなんだろうっていうのがね、わかんない。見えない。で、あと多感樹形で、これ、1、2、3、4、5、6。6
6本になってるんで、まあ、1本抜いて5巻にするのがセオリーかなと思うんで、どれを抜こうかといったところで、叩くタイミングでもしかしたら枯れる可能性があるんで、勝手にね5巻になる可能性もある。もしかしたら、複数本枯れて3巻総巻になるかもしれない。でその辺がまだ分かんないんで、今のうちにこの姿の状態で五巻にするとかそういうことはやらずに、一旦切り戻してそっから考えようって感じですね。はい、終了ということで、改めて本日の作業が終了いたしました。はい、ということで山もみじ3本ですね、剪定冬支度完了しました。まあ今回持ってきた3本はまだまだ木ばっかりなので、少しね見応えはないんですけど、とりあえずこうやってね記録に残しておくことで、あの木がこの木が数年後ね、あんな感じだったのにこんなに立派になったんだねって言えると、はい、そのために一旦記録として残しておこうの回でした。はい、ということで本日の作業以上でございます。ご視聴ありがとうございました。皆さんも本日楽しんでください。バイバイ。